はい、どうも、大丈夫です。というわけでですね、今回はちょっといつもと変わった、放送になってきますけれども、今日はですね、半年間で、1500万ドル、今の日本円に換算、昔はもうちょっと高かったんですけど、今の日本円に換算すると、なんと 16.5 億を儲けた、伝説のギャンブラー、ドン・ジョンソンに学ぶ、成功法則と、いうことでお送りしたいと思います。結構ね、僕あんまりこういうなんか論文と関係ないですね、放送をですね、すること結構珍しいんですけれども、まあでも結局ね、科学って、やっぱりね、限定的です。もう科学ってのはもちろん僕らにですね、いい選択肢を提示してくれるけど、全員に当てはまるわけじゃないので、でもこういうですね、なんていうんですかね、過去の事例から学ぶってですね、放送も入れていこうかなというふうに思っておりますので、お楽しみください。今日は半年で 16.5 億儲けた伝説のギャンブラーに学ぶ成功法則ということですね。で、この話をすると、ギャンブラーって結構運に身を任せてるイメージがあると思うんですけど、実際は違うんだよってことがですね、これでわかります。で、この違うっていうのも、いや、そうだよね。で、ギャンブラーはちゃんとね、なんか確率をですね、考えるし、例えば麻雀とかをね、麻雀の本当はかけちゃいけないんですけど、時々かけてる人とかもね、いますけれども、そういう人も、いや、麻雀っていうのはさ、やっぱ確率だから、みたいなこと言う人もいると思うんですけど、これ違うんだなってですね。ちゃんとしたギャンブラーっていうのは実はビジネスマンとほとんど変わんないんですよ。で、この方法を今日はご紹介したいと思います。ぜひお楽しみください。でですね、で、今日なんですけれども、今日はですね、ドン・ジョンソンっていうですね、ギャンブラー、のお話をします。はい。で、これですね、ハウスエッジ調整っていうのをやってまして、で、これをやることによってですね、まあ、完全にルールを変えてるんですね。で、これを変えることによって、もう、ですね、この、さっき言ったですね、1500万ドルを儲けちゃったっていうですね、そんなお話からですね、じゃあ僕らがルールを変えていくこと、ルールを疑うことの大事さについてですね、今日は、学んでいこうという放送になります。で、このですね、ギャンブラーのドン・ジョンソンなんですけれども、結構彼を一躍有名にしたですね、ビットがですね、トロピカーナっていうですね、アトランティックシティにあるですね、ホテル、に入ってですね、カジノがあって、ここでなんとですね、一晩ですよ。一晩で600万ドル儲けたんですよ。そう。で、この方法はですね、やっぱりビジネスとか、僕ら人生をですね、進めて、生きていく上でもですね、非常に重要な、考え方になります。お金をですね、儲ける以外にも使える方法になるので、これをですね、学んでいこうという放送ですね。すごいですよね。一晩で600万ドルですよ。600万ドルってことは、まあ、当時とはレートが違うと思いますけど、今の日本円で換算したら、まあ、6.6 億ぐらいですよね。多分ね、6.6億ぐらいですね。はい。もう一晩で儲けちゃったってですね、そういう話なんですよ。そう。で、しかも、この人のすごいところが、普通だったらそれ一発で終わりですよね。一発で、6.6 億儲けました。終了じゃないですか。運が良かっただけだったら大掛けをして確率で勝ったって。ところが違くてですね、この人はですね、同じ、やり方を使って別のカジノでもガンガン買って、結局、半年で、1500万ドル、16.7億とかかな、はい。16.5億、儲けちゃったっていうですね、ところがすごいんです。だから、ただ単な、運の勝利じゃなかったんですよ。はい。で、この彼はですね、実は、特徴がありまして、彼ね、非常に数字に強い男だったそうです。はい。ちなみに、ドン・ジョンソンの本業はですね、なんと、競馬の勝率をですね、計算する会社の、をやっていた経営者だったそうなんですね。だから、数学が非常に得意だったそうなんです。で、これだけだと、あ、やっぱ確率論の計算ができたからじゃんっていうふうにですね、思うんですけど、これ違ったんですよ。これなんでかっていうと、彼はですね、ただ数字に強いだけじゃなかったんですね。ビジネスマンでもあったんですよ。はい、具体的に説明していきます。で、このギャンブルで言うと、僕らってやっぱり、こうね、勝ちのところには賭けようとか、流れが来たからうんぬんとか言うんですけど、まあ、流れに関する話は前にしましたけど、基本的にギャンブルって流れとかないわけですよ。そう。だから今は勝ちの波が来てるっていうんです、いう人いますけど、あれね、実際に計算してみるとですね、ちゃんと計算してモニタリングしてみると、そういうふうに思い込んでるだけで、別に確率的には流れとか来てないんですよ。なんなく自分の思った通りに言ってて、あ、流れ来てる気がするって思い込むだけだってこと出てるんですけど、じゃあですね、一流のギャンブラーはどうしてるのかっていうと、例えばブラックジャックとかのですね、一流のギャンブラー、いわゆるこうね、こうカードがこう出てきて合計が21になるようにですね、揃えていくみたいな、ブラックジャックってありますけど、まあシンプルで結構面白いギャンブルですね。僕もやったことありますけど、海外行った時にこのブラックジャックのですね、一流のギャンブラーっていうのはギャンブルをしないんですね。勝算を、自分で計算して知っていて、カジノいわゆるですね、その、胴元ですね、ハウス側の、言いなりにもならなくて、こう、ちゃんと自分のですね、確率に乗っ取ってですね、着実に稼いでいくっていうのがプロのギャンブラーです。だから、僕ら素人とかだったら、あ、なんか来てる気がするから、勝つ気がするから、一気にやったらいいってやるんですよ。そういうことはしないんですよ。ちゃんと確率を計算して、一回の勝負にいくらかけてもいいとか、何回負けたら引くとか、そういうのをですね、計算しながらやっていくんですね。ここまでは普通ですよね。ところが、プロのギャンブラーは、また違うんですよ。何をするかっていうと、彼らなんとですね、ハウス側、カジノ側と
ルールの交渉をするんですね。そう。え、どういうこと？みんな同じルールで戦ってるんじゃないの？というふうに僕らは思いますよね。違うんですよ。プロのギャンブラーは、ハウスと交渉するんです。で、どういうふうにするかっていうと、例えば、この、今日の参考文献とか見てみると、自分のですね、負け金額、自分がそのね、かけて損失した金額が、一定額を超えたら、一定のパーセントだけキャッシュバックをしてください、みたいな交渉をするんですよ。そんなんできんのって思うんですけど、どうやらできるそうなんですね。つまり僕らが知らないところで、ルールは交渉によって変えることができてたんですよ。そう。でもそれを、ほとんどの人がしないし、考えもしないし、交渉しようとも思わないから、不利なルールの中で僕ら戦ってるんですよ。で、これ、人生とかビジネスでも同じだと思いません？例えば皆さんが普通に会社と、で、働くときにも会社側とですね、雇用条件の交渉とかしないだろうし、あるいは自分がですね、起業してビジネスをしようと思っても、顧客の言いなりになっちゃったりすることってあるじゃないですか。でもそうじゃないんですよ。賢い人たちはちゃんと交渉するんですね。この交渉ネタもちゃんとですね、このギャンブラーの人たちもそうですけど、持ってるんですけれども、例えば、負けが、例えばね、10万ドルとかになったら 20% キャッシュバックしてくれ、みたいな交渉を彼はしていたそうなんですね。はい。なんでこれができたのかって話も、今日ちゃんと解説しますけど、そういうふうにですね、キャッシュバックの交渉したんですよ。あとは、例えばその、ブラックジャックって、カードを引いていくんですよ。で、21に近ければいいんですけど、21を超えちゃうと、バースト、合計金のですね、カードのですね、数が21を超えるとバーストしちゃって、その時点で負けになっちゃうんですよ。だから、なんていうんですかね、21にギリギリ近づけたいからカードを引くんだけれども、でも、引きすぎると超えちゃうわけですよね。だから、結構そこら辺の駆け引きが難しいんですよ。で、これ実際ですね、ディーラーもやるんですよ。ブラックジャックって、自分、プレイヤーバーサスディーラーだから、プレイヤーが5人いたら、5人対、ディーラーですね、そのカードをですね、こう配る人ですね、の対決になるんですよ。で、このディーラーっていうのは、基本的には、そのカードの自分のカードの数が16になるまでは必ずカードを引くっていうルールがあるんですね。例えばディーラーが15だったらちょっとラッキーなんですよ。なぜかというと15だったら次引いて例えば6が出たらブラックジャック21になっちゃいますけど、6よりも上が出ちゃったらバーストしちゃうんで、だからバーストしたらディーラーの負けになるんで、プレイヤーはみんな勝てるわけですね。っていう風にディーラーがですね、いくつまでカードを引くのっていうのが結構厳密に決まってるんですよね。まあそうですよね。だってディーラーがいつも13でね、適当に止まっちゃったらあれなんで、自動になってるわけですよ、ディーラー側のルールは。でここでですね、賢い方は気づくと思うんですけど、ってことはディーラーが16まではヒットしなくちゃいけない場合と、18までヒットしなくちゃいけない場合だと、ディーラーがバーストする可能性が変わりますよね。つまりディーラーがゲームオーバーになる可能性が上がるわけですよ。でここにですね、目をつけたドン・ジョンソンさんはですね、何をしたかっていうと、交渉して、通常はディーラーは合計が16になるまでカードを引き続けるヒットしなくちゃいけないんですけれども、それを変えさせたそうなんですよね。はい。っていう風にディーラー側と有利なになるですね、交渉をしたんですよ。一定額負けたらキャッシュバックをする、パーセンテージよりキャッシュバックをするってことと、あとはですね、合計のですね、数が16ではなくてもっと17とか18とか、高い数字になるまでヒットしなくちゃいけないっていう条件をですね、カジノ側に飲ませたんですよね。で、これ聞くと、いや、そんなね、交渉は僕らはできないし、無理だよっていうふうに思いますよね。実はですね、これ違ったんですよ。で、この彼がですね、勝ちまくった年はですね、2008年以降の、年なんですね、彼が勝ったのは。で、この2008年で皆さん何があったか覚えてます？リーマンショックとかありましたよね。そう。やっぱ景気がですね、めちゃくちゃ悪くなっちゃって、で、カジノはですね、経営状態がかなり厳しくなったんです。まあ、当たり前ですよね。カジノに行っていっぱいかける人が減りますから、景気が悪くなったら。そうで、そうなった時にどうなったかっていうと、実はカジノは収益のかなりの額をですね、ハイローラーっていう人たちから得てたんですね。で、ハイローラーは何かっていうと、たくさんお金をかける人だから、超富裕層が遊びに来てボーンってかけて、で負けると、で持ってかれるとっていうので稼いでたんですよ。つまり一般の人たちはかけてくれないし、カジノに来てくれないから、来ても、ね、少額しかやらないから全く儲けにならなかったんですね。一方で大きなお金ボンってかけてくれる、ハイローラーたちからですね、お金を取ってるから、ハイローラー側にはですね、要するに交渉する余地が生まれてるというところに目をつけたのがこのドン・ジョンソンなんですよね。だからすごいですよね。はい。で、実際にですね、どういうことをしてるかっていうと、そのハイローラーの人たちは交渉ができて、カジノ側に、もし一定金額負けたら、例えば1億負けたら 20% か、還元してよみたいな、その 20% までの払い戻しっていうのはですね、実は、カジノ側は提供しているそうなんですよね。だからやっぱ海外のカジノ行くと、ね、僕よりもですね、年齢が低いですね、年下の女の子とかがもう1000万とか2000万とかバンバンかけてたりとかするわけですよ。すごい、そのハイローラー用のテーブルがあって、あれすごいなと思ったんですけど、まあね、一定が返ってくるんだったら、まだわかるよねという話ですよ。だから全部損するわけじゃない。なぜかっていうと、それを認めないとハイローラーが他のカジノに行っちゃうわけですよ。そうすると儲からなくなっちゃうから、それぐらいだったら 20% ぐらいキャッシュバックをですね、した方がいいっていう風にですね、カジノ側が考えるっていうのも自然ですよね。こういうことも考えてたんです。だからいわゆる
確率の勝負にだけですね、その提示されたルールの中で戦うんじゃなくて、相手側の状況、つまりカジノが今不景気だからハイローラーから収益を得てるから、だからハイローラー側には交渉する余地が生まれてるって、そういうところまで考えた上で交渉をして、自分になるべく有利になる条件っていうのはカジノ側から引き出して、それに確率の力を乗っけていくことによってですね、勝った、ギャンブラー、これがこのドン・ジョンソン、だったんですよね。でこういう風にですね、まあ普通に考えると、例えばね、あの日本で成功してる人もそうですけど、すごいリスクを取ってるように見えるんですよ。例えば僕らから見てもね、10億とか100億とか借りて会社とかやったりするじゃないですか。で失敗したらもう一生借金まみれの生活になるわけですよ、普通に考えたら。でもこういう風に普通に考えたらやばそうなリスクを取ってるように見えるのが成功者ですよね。でこれを真似して僕らは、よしリスクを取らないと成功しないっていう風に考えて一生懸命リスクを取るんですけど、違うんですよ。実際の成功者っていうのは今言ったドン・ジョンソンみたいな人たちなんです。つまり計算してリスクを最大限まで削って勝率を高めた状態でリスクを取るんですよ。こういうのですね、投資の世界だとカルキュレーティッドリスクっていう風に言います。計算されたリスクってですね、カルキュレーティッドリスクですね。そうだから、あの、こういうですね、あの、ドン・ジョンソンさんの場合は、カジノ側がですね、有利にできてるんですよ。例えば、ブラックジャックっていうのは、普通のレートでやっちゃうと、確かに大体ね、利益率が 5% とか 7% ぐらいなんですよ。まあ、約 5% ぐらいだったと思うんですけど、つまりどういうことかっていうと、やればやるだけ、カジノ側が 5% 得するようにできてるんですよ。あの、ルールっていうのは。だから、まあ、みんなが来ていっぱいかけてくれたら、その分儲かるんですよ。ところが、だから普通はこのルール変えてくれないんですけれども、ハイローラー、つまりですね、お金いっぱいかけてくれるですね、富裕層と、からしか利益が得られなくなっちゃったら、交渉する余地が生まれて、この交渉しちゃうと、さっき言ったカジノ側が常に 5% 儲かるってルールを乗り越えられるかもってふうに考えたんでしょうね、彼は。そう、だからこういうカジノ側の優位性、ハウスエッジって言うんですけど、このハウスエッジがですね、なくなっていただけじゃなくて、20% のですね、あの、キャッシュバックもあったおかげで、1ドルかけてもですね、少なくとも 20% は絶対戻ってくるので、だから還元率のですね、20% 分の還元率っていうのをですね、彼は担保していたんですよ。これだけでもだいぶ有利ですよね。はい。っていうのを飲ませたんですよね。すごいですよね。うん。で、こうなってくると、もちろんですね、あの、勝ち負けあります、ギャンブルなんで。だから大きく負ける可能性もあるんだけれども、でも、長く続ければ、あとは確率が味方してくれるんですよ。リスクを減らして、ちゃんと計算された、損をしないだろうっていうリスクを取ってあげれば、あとは長期戦というか持久戦で、確率を味方につけさえすれば、どんどんですね、その回数をですね、やればやるほど、挑戦すればするほど、成功っていうのは降りてくるようになるので、だからそういうですね、ことを彼はちゃんと考えていったんですよね。で、そして、まあ、一回、あのね、さっき言ったね、トロピカーナでですね、買って、600万ドル、まあ、約 6.6 買ってから、彼はこの方法をですね、いろんなカジノでですね、使ってった、そうなんですよ。で、半年で、16.5 億儲けちゃったと。そう。で、だいたいどれぐらい彼やったかっていうと、彼はですね、だいたい1分で、1分以内でブラックジャックって終わっちゃうんですけど、だいたいね、1対1とかだったらもっと短いと思うんですけど、1分以内で終わるブラックジャックでですね、毎回10万ドルかけたそうです。1000万ですよね。すげえ話ですよね、そう。かけて、で、そのね、トロピカーナからですね、めちゃくちゃお金を奪いまくったそうなんですよ。で、ちなみにこれ、ですね、一回で、最大で80万ドル買ったそうです。だから10万ドルかけて80万ドルだから、だから一発で、もうこの1分で8000万ドル稼いでたわけですよ。もちろん負けることもあったんですけど、で、このですね、やり方に味を占めた彼はですね、他にもですね、ポルガータとかですね、シーザーズパレスとかですね、こういろんなですね、カジノに行って、例えばですよ、ポルガータから500万ドル、シーザーズパレスから400万ドル勝ち取って、このドン・ジョンソンさんはそれでそんなことのこんなですね、やっていて、6ヶ月間に、アトランティックシティっていう街があるんですけど、ここの、カジノ、このカジノだけで、1500万ドル儲けちゃったそうなんですよね。すごいですよね。だから結局大事なのは、ルールを変えることが成功の条件です。自分がどういうルールだったら勝てるだろうか、どういう状態だったら自分は成果を出せるだろうかってことを考えて、交渉してルールを変えたりとか、ルールを変えれる場所を選んでいったことによって彼は成功したんですよね。どうですか？これ皆さん仕事に当てはめるんだったら、今自分が働いてる環境とか、今自分が働いてる状況、ルールっていうのは、果たして本当に自分の能力を一番高めるのに向いてるだろうか、自分にとってちゃんと有利な条件で働いたり人生を選んでるだろうかってことをぜひ考えてもらいたいんですね。僕らってやっぱり不安なんですね。僕らの不安っていうのは未来がわからないことによる不安ではなくて、今を変えることに対する不安なんですよ。だからもっといい条件の会社があっても、今慣れ親しんだ会社にですね働いてるとどうなるかっていうと、確かにいい条件かもしれないけどどうなるかわからないし、倒産するかもしれないしとか考えるんですよ。でも倒産するかどうか予測ができるんだったら、本当にね、新しい会社がうまくいくかいかないかって予測が効くんだったら株やった方がいいですよ。そんなもんは未来がわかってんだから。うん、でもそうじゃないですよね。っていう風になってくるのは、結局僕らがルールとか環境を変えるのにですね、抵抗があるんですよ。でもこの抵抗ってのはおかしな話で、こういったところをですね、ちゃんと変えていかないといい人生をつかめないんですよね。ということが学べるのがこのドン・ジョンソンさんの、ストーリーなわけですね。じゃあルールを変えるって言うけれども、どういうふうにルールを変えればいいの？
どういうルールが成功するのかわからないよ、どんな環境や条件が成功するのかわからないよ、そういう方もいらっしゃると思うんで、そういう方にですねおすすめしたい本も、今日はですね用意してあります。今日の本は、番組タイトル上の説明欄のところにですね、おすすめの本として入れてありますが、ドナルド・サルっていう方のですねシンプルルールズ、仕事が早い人はここまでシンプルに考えるってですね、そういう本ですね。これおすすめです。これはあの世界ですね各地のですね、各国あるいはですね過去のですね偉人たちがどういう風にですね自分なりのルールを作ったりとかルールを変えて成功してきたのかってことをですね紹介してる本になるんですけど、成功してる人たちってねめちゃくちゃルールがシンプルなんですよ。例えばこのドン・ジョンソンさんの場合は、あの還元率を設定するってことと、まあね、あとはあのそのヒットをするんですね、その数字を変えるみたいな、そういうことやってますけど、非常に僕らシンプルなルールで成功できるんです。むしろ複雑すぎる、まあ日本の国の法律なんかそうですけど、複雑すぎるルールってわけわかんなくなるじゃないですか。みんなが知らないルールなんで機能しないですからね。そうっていう風に、おかしなルールを作っちゃったりとか、僕ら複雑に物事を考えすぎると、でもそうじゃなくて複雑に考えたりとか調査するなんて大事なんだけど、結局最終的にはそれを調べるのはなんでかというと、シンプルなルールに落とし込むことが大事だからだよってことがですねわかるって本になってます。結構これ面白い本なんで、ぜひチェックしてみてください。どこ行ったかな？ああ、ごめん。やばい。水をこぼしちゃった。ごめんね、猫さん。はい。後で拭くね。はい。まあいいや、はい。実物の方はちょっと今ここにないですけど、何かあるんですけど見当たらないんで、ぜひ番組タイトルの説明欄からチェックしてみてください。で、さらにですね、今日、じゃあそのシンプルなルールについてですね、勉強しても、やっぱり自分のね、今いる状況が本当にいいのかどうかわからないし、新しいルールを考えろって言われても、ね、ちょっとよくわからないと。うん。新しい視点で物事を考えられないってやっぱり一定数いるんですよ。今の仕事が一番いいんじゃないかとか、ね、なんかね、不満はとか不安は、漠然とした不満はあるんだけれども、なかなか行動しない人いると思うんですけど、こういう方はですね、やっぱりね、現状がですね、いいんだっていう風にですね、まあ、企業なんかそういうことやりますけど、まあ、洗脳されてるって言い方は悪いんですけど、やっぱり、ね、新しい視点で物事が見えなくなっちゃってると思うんですよ。で、こういう方はですね、ぜひですね、学んでもらいたい考え方があって、それがクリティカルシンキングっていうテクニックです。これ何かっていうと、物事をいろんな角度から見て、可能性を追求していくって方法ですね。だからまあね、世界でもですね、やっぱり時代を変えたような人とか、新しいですね、こうやって成功した人って、みんなこう目の付けどころがちょっと違うじゃないですか。そこに注目するか、みたいな。だって Uber とかもそうだし、Airbnbとかもそうですけど、あんなの誰でも思いつきそうじゃないですか。変な話ね、タクシーがアプリで読めたらいいなというふうに思ったりとかするだろうしね、カメラ付き携帯電話とかがあって iPhone があって、カメラ付き携帯電話があって、昔なんか i モードがあってね、であとはウォークマンがあったわけじゃないですか。でこの3つをですね集めてですねくっつけてね携帯にしたらいいんじゃないってことを考えたのがスティーブ・ジョブズで、今度思いつきそうじゃないですか、今考えてみれば。でも誰もやらなかったんですよ。なんでかっていうと、みんなが考えてることに僕らって意識を向けすぎちゃってね、新しい視点の物事を見なくなっちゃってるんです。だから人生が停滞したりとか、なんかモヤモヤするって人たちはですね、この新しい考え方を無意識にですね考えられなくなっちゃってるわけなんですよね。じゃあどうすればこの新しい考え方を手に入れることができるのか、これがクリティカルシンキングっていうテクニックです。そう、テクニックなんですよ。訓練することによって物事を違う視点で見るですね能力っていうのは鍛えられるんですよ。でこの方法を今日は、解説した動画をご用意しております。今日の続きは天才を超える唯一の方法、クリティカルシンカー入門ということで、クリティカルシンキングができるですね、クリティカルシンカーになるための方法ですね、続きの放送で解説してます。ぜひチェックしてみてください。でこれ天才を超える唯一の方法って書いてあるんです。これなんでかっていうと、実はね天才もねクリティカルシンキングに関しては鍛えないと手に入れられないんですよ。生まれつきのすごい天才って言いますけど、彼らをですね超えるためには彼らが生まれつき持ってない能力で戦う必要がありますよね。でこの能力は何かっていうとクリティカルシンキングなんですよね。だからこれ天才を超えるですね方法って実は数が少なくてですね、もう多分このクリティカルシンキングぐらいじゃないのっていうですね風に科学で言われてるので、この方法を解説してます。ぜひチェックしてみてください。それではまた次回お会いしましょう。続きは番組タイトルの説明欄、またこの動画のコメント欄からどうぞ。バイバーイ。